い。はい。元気？元気よ。それより聞いて、長距離センサーのラボにいて。ああ、泊まりだと思ってた。太陽系を探ってたら救難信号を拾ったのよ。本当？ええ、クリンゴンのルケイ惑星から。うっそ。本当、クリンゴンの艦隊全滅したって。47隻。じゃあ今夜はラボには戻らないの？ゲイラ。誰？誰って？ベッドの下でフガフガ言ってるやつ。そんなの聞こえたか？あなた、明日はテストだ。失敗するわよ。ゲイラ、またな。出てって。じゃあパスしたら名前を教える？いいえ、さよなら。さっきの救難信号の話、俺すっごく興味あるんだけど。USS 小林丸から救難信号を受信。エンジン停止で漂流中。艦隊司令部から救助命令が出ています。艦隊司令部から救助命令が出ています。船長、クリンゴン船2隻が中立地帯でこちらにロックオン。それは OK。 OK って？ああ、心配すんな。心配すんな。真面目に試験を受けていないのか。さらにクリンゴンのウォーバード3隻が攻撃態勢。まあこれも OK なんだろうけど。撃ってきました。医療室に小林丸の総員を受け入れるよう準備させろ。クリンゴンに囲まれてて、どうやって彼らを助けるんですか、船長。医療室に伝えろ。攻撃を受けました。シールド 60%。 了解。これ打ち返したりはしないんですか？しない。なるほどね。どうした？わかりません。システム停止。再起動かけろ。どうした？調べます。なんだ、どうなってる？再起動が20。リブートしよう。システムチェック。うん、公式魚雷。目標はクリンゴンウォーワード。了解。敵のシールドは上がってるぞ。本当に？いや、上がってない。敵の前線を攻撃。魚雷は一発ずつ。弾を無駄にすんな。目標、ウォーバード前線を捕捉。攻撃。ブン。前線破壊しました。クルーの救助開始。ほら、これで敵の船を全て破壊した上、乗員に怪我人を出さず、さらに小林丸の乗員全ての救助が成功して一件落着。どうやってあなたのテストをパスした？分かりかねるな。本日は問題解決のため集まってもらった。ジェームズ・T・カーク前へ。カーク士官候補生が艦隊規約 17.43 により定められた倫理規約を違反した角で、評議会へ証拠の提出があった。この審議を進める前に言いたいことは？訴えている方と直接会う権利があるはずです。どうぞ前へ。彼はスポック中佐、アカデミーで最も優秀な卒業生だ。この4年間は彼が小林丸テストのプログラムを組んでいる。中佐、君は何らかの方法でプログラムコードにサブルーチンをインストールしてテストの状況を変えたね。で、要点は？アカデミーで言うところのズルをした。質問させてください。ご存知の通り、このテストは勝てないようにプログラムしてあります。テスト自体がズルですよね。勝ち目のないシナリオがないという前提なら。勝ち目のないシナリオなんかない。君は規約違反の上、テストの趣旨を理解していない。どういうことでしょう？君は誰より知っているはずだ。船長は死をズルできない。誰より私が。父上のジョージ・カーク隊は亡くなる瞬間まで船の指揮を取っていた。テストをパスしたのがお気に召さないか。君はテストの目的を見抜けなかった。その目的とは？恐怖を体験することだ。免れない死と対面し、その恐怖を受け入れ、最後まで自身とクルーを律する。それが船長に求められる資質だ。Thank you.